心を躍らせ名前を呼ぶよやあ、僕はブリッピーだよ。今日はフロリダ州オーランド市にあるオーランド科学館にやってきた。ワクワクしてる。僕たちがここでいろいろと学ぶのはサイエンス。それにいろんな遊びも楽しむよ。行こう。わあ、見て見て、流れる水で遊べるよ。それに水遊びの道具もいっぱいある。おう、見て、魚だよ。色はオレンジ色だ。やあ、さかなクン。やあ、ブリッピー、調子はどうだい？僕は絶好調だよ。いいね。じゃあ一緒に水遊びをしよう。わおおお、おや、ねえ見て、ここに噴水があるよ。水がきれいに出てる。見て、うわーわー、こんなになる。わお、この噴水は水がきれいな層を作ってるね。これを層流って言うんだよ。わあ、つまり層流とは水が乱れずに規則的に流れる状態のこと。おや、これを見て。わあわあわあ、おお、チュチュー。ほら、吹き出し口を見て、水が玉になって出てくる。つまりだからこう撒き散らされてるんだね。そう、これは乱流って言うんだよ。次はどこへ行く？わー、ブーン、おーわ、ブーン。見て、水色の船とピンク色の船だ。この中を進めてみよう。わーわーわー。うわー、ここには遊ぶものがいっぱいある。あれを見て。おお、チューブがこんなにたくさん。でも何のために使うのかな。わあ、見て。うわあ、見てよ、水が出る。ほら、チューブ同士をつなげられるようになってる。わあ、水が分かれて出てくるよ。もっとつなげよう。何ができるかな。見て、アームになった。クレーンみたいだね。でもここでは水を導く水路になってるんだ。わあ、よし、それじゃあでっかい噴水を作ってみよう。取り掛かろう。いい？うわあ！見て見て、超巨大な噴水だよ。この下に船を走らせてみようかな。うぃー、わあ、雨が降ってる。うん、お、向こうに行ってみようか。見て、いろんな色の船があるよ。これはオレンジ色の船、水色の船、ピンク色の船、そして黄色の船、それから、わあ、黄緑の船、船のタワーだよ。わあ、わあ、これを見て。これはいいね。ここは船を流せる場所だね。ではまずボールを流してみよう。行くよ。わあ、流れてく。バイバイ。魚も流してみよう。バイバイ。わあ、行ったよ。よし、次は船だ。うおお、わお。おう、見てこれ、仕切り板があるよ。ほらね、この青い板をこうやって置けば水路を狭くすることができる。すると流れを速くできるんだ。よし、ここを超特急の船下りにしよう。 OK、 最初に水をせき止めなきゃ。仕切り板を全部使うよ。よし、水がたまるぞ。そして船を置いていくよ。
オーケー。わあ、見て、水がいっぱい。いいぞ、もっと足そう。これで準備が整った。船を流すよ。わあ、すごいぞ。いいね。わあ、わあ、すごく早かった。おお、わあ、とっておきのものをみんなに見せる時間になった。船でたくさん楽しく遊んできたけど、もう一つサプライズがあるんだ。始まるよ。ははわあ、見てこれ。ははわあ、はは、見て、ボールすくいだよ。わあ、わあ、わあ、おう、どう？これでここはおしまい。わあ、何匹か動物を見せてもらえるよ。わあ、やあ、トリー、やあ、ハンナ。こんにちは。みんな、見て、リクガメとウサギだよ。トリー、紹介してくれる？穴掘りゴファーガメのロッキーよ。おう、こんにちは、ロッキー。触っても大丈夫？もちろんよ。甲羅の上を触ってね。カメは触られているのを感じているわ。私たち人間が爪を触られた時のようにね。わあ、甲羅は硬くてすべすべしてる。あ、ロッキーはリクガメだよね。その通り。足に爪があるでしょ。それがリクガメってこと。ウミガメなら水かきがある。リクガメは掘ったり登ったりできる爪を持ってる。そうか、ウミガメは水の中を泳いで、リクガメは陸を歩くからね。ロッキー、会えて嬉しいよ。ところで、年は何歳なの？だいたい30歳くらい。30歳だって？小さいのにかなりの年だね。じゃあロッキー、またね。じゃあハンナ、紹介して。この子はウサギのベンジー。こんにちは、ベンジー。ベンジーを撫でてもいい？ええ、もちろん。おお、ベンジーは柔らかい。うー、綿みたい。ところで、ベンジーの体の色は白。そしてベンジーの目の色は赤。ねえハンナ、目が赤いのはなぜ？この子はね、アルビノバニーだからよ。アルビノバニーね。アルビノの意味は？色素がないっていうことなの。ベンジーの目の色が赤なのは、目の血管の色がそのまま見えるから。へえ、あ、そうだ。せっかくウサギとカメがいるんだから、競争させてみようよ。いいね、やってみよう。よし、じゃあ僕ら3人が審判だ。ウサギとカメのどっちが勝つかな。位置について、よーい、ドーン。進めロッキー。走れベンジー。どっちが勝つ？わあ、どうやらベンジーの勝ちだね。わあ、この生き物を見て。紹介してくれるのはトリーだ。こうした生き物のことをよく知ってる専門家なんだよ。よろしく。ブリッピー。この生き物は？名前はレイブン。こっちは赤ちゃんのパフ。おまきトカゲという種類のトカゲなのよ。おまきトカゲだって。わあ、初めて聞く名前だ。やあレイブン、やあパフ、よろしくね。レイブンの背中を触ってみたい？お、いいね。とてもすべすべした鱗なの。わあ、わあ、滑らかな肌をしてるね。見て、レイブンの体は黄緑色をしているんだ。あ、なんでこの色をしてるの？目立たない保護色ってことなの。高い木の中にいるのが好きだからね。枝に尻尾を巻けるし、指に爪があるから木登りがとても上手なの。葉っぱや花を食べている時に鳥に見つからないための色よ。わあ、この尻尾を見てよ。お猿さんみたいな尻尾。これを枝に巻きつけるなんて面白い。ねえ、一緒に猿の真似をしようよ。よし、始めるよ。どう？うまくできたかい？けど、これは猿じゃない。猿のような尻尾を持つトカゲだ。うん、おまきトカゲは木登りが得意。長い尻尾と
とても長い指を持ってるんだ。うわあ鋭い爪を持っているから、登っていくときしっかり体を支えられるのよ。うう見た目がすごく可愛いね。おや、頭の横側に穴が開いてるよ。何のために？聞くためよ。おお、そうなのか。君も見えるかな？頭の横にある穴は耳なんだ。猿のような尻尾を持つオマキトカゲのことを学べて楽しかった。ありがとう。どういたしまして。またね。うわー、これを見て。ここにあるチューブはすごいんだよ。空気を力に変えるんだ。そう、空気はとても重要だ。呼吸に必要な酸素もある。はあ、掃除機のように吸い込んだり、ドライヤーのように吹き出したりする。すごいもんだよね。今日はここオーランド科学館でとっても楽しい時間を過ごしたね。さて、今回はこれでおしまい。でも、もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみてね。僕の名前は知ってるよね。よし、行くよ。ブリピー、ブリピー、やったね。じゃ、またね。おう。